元老院は明治初期の日本の立法機関。新法の制定と旧法の改定を行うこととしたが、議案は天皇の命令として成員から下付され、緊急を要する場合は、自己承認するだけになるなど権限は弱かった。構成者は元老院議官と称した。元老院議官の集合写真。最前列中央は初代議長。 アリス川の宮やたるひと新納1875年に、大久保利道、伊藤博文、木戸高義、板垣大輔らの大阪会議での合意に基づき、続いて出された立憲政体の証書によって1875年4月25日サインに代わり設置された。当初は議長と副議長が各一名置かれ、その他の定員は無制限であり、年俸は議長6000円。 副議長4800円、議官が4200円、その他代書機関、県代書機関、各小書機関、各書期制等に年俸がかかった。報酬は明治通報等で支払われたが、議長の年俸6000円は、現代では約3800万円に当たる。ほどなく財政上の都合から同年11月25日に、職制が改正され、 政府議長各1名とこれを補佐する幹事2名、その他の議下28名の計32名が定数とされた。議長は左大臣の兼務とされたが実際には一度もその事例はなく、設置当初は議長は空席で副議長の後藤昌次郎が議長の職務を代行した。1875年11月の改正に伴い、これを補佐するために幹事が新設されて、 むつむねみつ、こうのとがまが漢字となった。たるひとしんが、議長に就任すると、岩倉ともみの要請で1876年9月8日に、国権総案起訴の勅命が元老院に、対して出された。これに基づいて二度の国権総案が作成されたが、全員側からは国評されて採用されなかった。また、 この頃の元老院の議論は定調で1878年1月20日付の世論雑誌には、元老院でまともに議論をしているのは、両漢字と中島信之、細川淳次郎の4名だけと、揶揄されている。しかも、追い打ちをかけるように6月には、漢字のむつむねみつが立死者の極の容疑者とされて、元老院を追放されたのを機に、政院側から元老院の権力を抑制しようとする。 動きが現れ、以後全員の干渉を受けるようになった。1880年以後、定数は事実上無視されて、知事や政府交換経験者が次の役職を得るまでの待機ポストの色合いを強める。廃止時には定員が91名にまで増員され、その多くが元老院廃止後にそのまま貴族院議員に転身する。1890年10月20日、 帝国議会開設のため廃止された。元議官は、近景官主公という名誉職を与えられた。明治天皇は、廃止に際して、以下の直後を与えた。元老院の創設来ここに従有余り、都市活口に立法の号を、三条世に地に今帝国議会を開会、セシムルに臨みそれの兵員を、命捨せてその呪老いさを表明す制度的な、制約などから主体的。 独自的な機能や役割を十分に果たすことはできなかったという評価が多い。しかし、1876年に国権基礎の招職が下され、立法に関わる機関として1890年に廃止されるまで法令審査に努めたこと、明治政府において公論尊重の方針が一貫して存在していたことの証明として、元老院は評価される。 1875年11月から1886年3月設置。ありがとうございます。